二人兄弟昔々あるところに金持ちと貧乏人の兄弟二2人がありました金持ちの方は飾り屋で心が曲がっていました貧乏人の方はほうきをこしらえて口すぎをしていましたがこれは善人で正直でした貧乏人は子供が2人ありましたこれは双子の兄弟でそのよく似ていることは 一つのつゆの玉のようなものでした。男の子二人は時々金持ちの家へ行って残りのものをもらって食べることもありました。あるときこの貧乏な人が森へ木の枝を取りに行ったときに一羽の鳥を見たことがあります。その鳥というのは体中金でその美しいこと、こんな鳥は生まれてからまだ一度も見たことがありません。 それで小石を拾って鳥にぶつけるとうまく当たるには当たりましたが金の羽が一枚落ちたばかりで鳥は飛んでいってしまいました貧乏な人はその羽を拾って兄さんのところへ持っていきました兄さんはこれをじっと見て「こいつは純金だぞ」と言ってその代価として弟にお金をたくさんやりましたあくる朝 弟は大枝を23本切るつもりでカバの木に登ると昨日と同じ鳥が飛び出しましたそれからよく探してみましたら巣が見つかってその中に卵が一つありました卵は金でした貧乏な人はそれを持ち帰って兄さんのところへ持って行きました兄さんは今度もまた「こいつは純金だぞ」と言って それ相当のお金を弟にやりました。飾り屋はとうとう「その鳥をまるごと欲しいもんだなあ」と言い出しました貧乏な人が3度目に森へ行くとおなじみの金の鳥がまたもや木にとまっているのを見つけたので石を拾って鳥を撃ち落として兄さんのところへ持って行きました兄さんはその代価として金貨を山のようにくれました こんならわしも一人でなんとかやっていけるだろう。弟はこう考えてゆったりした気持ちで家へ帰っていきました。飾り屋はせちにたけたずる屋でこの鳥がどういう鳥なのだか百も承知していたのです。飾り屋はおかみさんを呼んで「この金の鳥を丸焼きにしておくれ。だが何一つ落ちないように気をつけるのだよ。 わしはこいつを自分1人で食べたいんだと言いました。なにしろこの鳥はそこいらにあり、ふれたものではなく、誰でもこれの心臓と肝臓を食べるものは、毎朝、枕の下に金貨を1つずつ探るという不思議な鳥なのです。おかみさんは鳥を始末して串に刺して焼きました。ところが思いがけないことが起こったのです。それは？ おかみさんが別の仕事ができたので、鳥を火にかけたまんまで呼んどころなく台所を留守にした間に貧乏な箒職人の子供が2人入ってきて、櫛の前に立って串を23遍ひっくり返したのでした。するとその鳥の体からなんだか小さなものがおあつらえ向きにちょうど2つお鍋ぽろりと落ちました。 こんなちぼくおなかがペコペコなんだものだれも気がつきっこないにきまってる」とこどものひとりがいいましたこんなわけでふたりがそのちいさなものをたべてしまったところへおかみさんがやってきてこどもたちがなにかたべたのにきがつくと「おまえたちなにをたべたの?」といいましたなんだかとりの,体の中からだのなかからおこしたちっぽけなものをふたつだけ。 と二人が返事をしましまおかみさんはぎょっとして「それは心臓と肝臓だったのだわ」と言いましたそしてご亭主が何一つでも亡くなったのを悔しがって腹を立てると困ると思ったのですばしこくおんどりのひなを一羽潰して心臓と肝臓を取り出してそれを金の鳥に添えておきました。鳥が焼けると、 おかみさんは飾り屋の食卓へつけました。飾り屋はそれを自分一人で、何一つ残さず、ぺろりと垂べてしまいました。ところが、あくる朝、あてにしていた金貨を取り出すつもりで、自分の枕の下へ手を突っ込んでみましたが、いつもと同じで、金貨なんぞ見つかるどころではありません。お話変わって、二人の子供の方は、 自分たちにどんな運が授かったのか知らずにいました。あくる朝、二人が寝床から起きた途端に、なんだか床へ落ちたものがあって、チリリンと音がしました。拾ってみると、それは金貨二つでした。子供たちが金貨をお父さんのとこへ持っていくと、お父さんは、こりゃあどうしたんだろうなと言って不思議がりました。ところが子供たちは、 そのあくる朝もまた2つ拾いましたしそれからは毎日おんなじことが続いたのでお父さんは兄さんのとこへ行ってこの奇妙なことをお話ししたものです飾り屋はどうしてそんなことになったのだかということつまり子どもたちが金の鳥の心臓と肝臓を食べてしまったのだということをすぐさま気がつきましたで衣種返しをしてやろうと思って それにこの人は根が嫉妬深くて情けを知らない男だものですから父親に向かって「お前の子供たちは悪魔を相手に賭け勝負をしているのだよ。その金貨は取ってはいけない。それに子供たちもこの上お前の家に置かない方がいいね。悪魔は今のところ子供たちを好き自由にしているのだがそのうちにお前まで地獄へ落とすかもしれないからな。 と言いました。父親は悪魔と聞いて怖くなりましたそれでつらいのは山々でしたが思い切って双子を森の中へ連れ出して悲しい悲しい思いをしながら2人を置き去りにしました置き去りにされてから子供2人は森の中を駆けずり回って家へ帰る道を探しましたが道は見つかるどころか だだんだん奥深く迷い込むばかりでしたそのうちにやっと一人の狩人に会いました「お前方どこの子だね」と狩人が訪ねました子供たちは「僕たちはね貧乏なほうきりの子供なの」と返事をしてそれから自分たちの枕の下に毎朝金貨が一つずつ転がっているものだからお父さんが「 もうどうしても自分たちを家に置いてくれないのだと話をしました。よしよしとカリウドが言いました。それはね、お前方が正直にしていて怠けさえしなけりゃ、何も悪いこっちゃないんだよ。カリウドは善人でした。カリウドはこの子供たちが気に入りましたし、また自分には子供が一人もなかったものですから、二人を自分の家へ連れ帰って、 わしがお前方のお父さんになってお前方を育ててあげようと言いました子供たちはこの狩人のところにいて狩りをすることを覚えましたそれから子供たちが毎朝起きる時に命名一つずつ拾う金貨は先へ行って入りような時役に立つように狩人が子供たちのためを思ってためておいてやりました 子供たちがすっっかかり大きくなってからのことでした。養い親のお父さんはある日2人を森の中へ連れ込んで「今日はお前方の射的の試験をするぞうまくいけばお前方は独り立ちをして一人前の狩人になれるのだよ」と言いました2人はお父さんのお供をして隠れ場所へ行ってしばらく待っていましたが鹿一頭出てきません。 カリウドが仰のいてみると冬になると渡ってくる白眼が三角形につながって飛んでいるのが目に入りましたすると狩人は一人に向かって「それあの角のを一羽ずつ撃ち落としてごらん」と言いました言われた男はその通りにやってみせてこれで射的の試験が滞りなく済みましたそこへすぐ続いて、 ままたたた。列になったのが飛んできました今度のは二の字なりをしていましたこれを見て狩人はもう一人のにもおんなじように門下のを一羽ずつ落とすように言いつけましたこの男にもため牛打ちは見事にできましたそこで養え親のお父さんはお前たちはもう独り立ちができるお前たちは 押しも押されもしない一人前の立派な狩人だぞと言いましたこれを聞くと兄弟二人はすぐさま連れ立って森に分け入り額を集めて相談して何か約束しましたそれから晩ご飯のお膳に座ると2人はお父さんに向かって「お父さんが私どものお願いを一つ叶えてくださらないうちは私どもはこのお皿へ手をつけません」 一口もいただきません」と言いました。「一体お前方の願いというのはどんなことかね?」とお父さんが言いました。私どもはいよいよお稽古が済みました。お稽古が済んだとなれば広く世の中へ出て腕試しをいたさなければなりません。ここを出て遍歴いたすことをお許しくださいまし。と二人は返事をしました。すると老人は喜んで。 「お前方の言うことはあっぱれな狩人の申し分だな。お前方の望むところはかねがねわしが願っていたことだ。出かけなさい。お前方は幸せになるよ。」と言いました。この返事を聞くとみんないそいそとして飲み食いをしました。決めた日が来ると養い親のお父さんはめいめいに上等な鉄砲と犬をおせん別にやりまた いののたためててある金貨を命名の欲ししだけ持たせてやりました「それから少しの間二人と連れ立っていきましたが別れる時にもう一品ピカピカに研ぎ上げてある担当を一本きょうだいにやって『お前たちが別れるようなことがあったらこの担当を別れ道の木の幹へ突き刺すのだよ。そこへ戻ってくればこの担当でいない方のきょうだいの安否がわかる。 それはね、もしもそのものが死ねばそのものの行った方の片面がさびるしそのものが生きている間はそっちの片面はいつまでもピカピカしているからな」と言いました。兄弟二人は先へ先へと歩き続けてどこやらの森へ入りましたがその森というのはバカバカしく大きくて一日では外へ出られません。それで、 その夜はその森で明かして、獲物袋に押し込んできたものを食べたのですが、二日目も歩き通しに歩いて、やっぱり外へ出られません。それに食べるものが何にもなかったので、一人が、「何か打たなくっちゃダメだ。出ないと日干しになるぜ。」と言いながら、鉄砲に弾を込めて辺りを見回しました。ちょうどそこへ親うさぎが一羽駆け出してきたので、 鉄方をほっぺたに当てるとそのウサギは「狩人さん私は生かしておいとくれ狩人さんには子どもを2はあげましょう」と言うが早いかたちまち陥木の茂みへちょこんと飛び込んで子ウサギを2は連れてきましたところが子ウサギたちは元気よく遊びたわむれていかにもおとなしいので狩人たちはこれをひと思いに殺してしまうことができず 自分の手元に置くことにすると、小ウサギたちも二人に寄り添って後からついてきました。まもなくキツネが一匹こそこそと通り過ぎました。これを打ち倒そうとするとキツネは、カリウドさん、私は生かしておいてくれ。カリウドさんには子供を二匹あげましょう。と言ってその約束通りこぎつねを二匹連れてきました。 カリウドたちはこれも殺す気にはなれず、うさぎの友達にしてやりました。小鼠のどもは二人の後からついてきます。少し経つと今度は茂みの中から狼が一匹のそのそ出てきました。カリウドたちがこれに狙いをつけると、狼はカリウドさん、私は生かしておいてくれ。カリウドさんには子供を二匹あげましょう。 と言いました。この2匹の狼の子もカリウドは他の動物の仲間入りをさせました2匹は2人の後からついてきましたその次に来たのは熊で熊もまだまだ歩き回っていたかったものですから「カリウドさん私は生かしておいてくれカリウドさんには子供を2匹あげましょう」と言いましたこの熊匹も、 他の者たちの仲間に入れられたので、もうみんなで8匹になりました。今度でおしまいですが、やってきたのはなんでしょう？ライオンがたてがみをふるって出てきたのです。けれども狩人たちはびくともせずライオンを狙いました。ところがライオンもやっぱり。狩人さん私は生かしておいてくれ。狩人さんには子供を2匹あげましょう。 と言って本当に自分の子供を連れてきました。これで狩人二人の連れているのはライオンが二頭、クマが二匹、オオカミが二匹、キツネが二匹、それからウサギが二羽というわけです。これだけがぞろぞろついてきていろいろの用をしてくれるのですがそんなことをしてもらったところで二人のひもじいのは治りません。それで 二人は二匹の狐に向かって「こりゃこっそり歩きの先生俺たちに何か食うものを持ってきてくれよお前らは人を黙らかすことなんざお手のもんじゃないか」と言いました狐の返事は「ここから遠くないところに村があります私どもはそこから鶏をさらってきたこともありますそこへ行く道なら私どもが教えてあげますよ」というのでした そこで兄弟はその村へ行って自分たちの食べるものを買い込み、連れている動物たちにも餌をやらせて、また先へ先へと行きました。キツネはニワトリを飼っている土地の案内を実によく知っていて、どこへ行ってもカリウドたちの都合のいいように取り囲らうことができました。だいぶ歩き回ってみましたが。 二人一緒にいられるような仕事は一つも見つからないので「どうも仕方がない別れずばなるまい」と話し合いました兄弟は動物を分けましためいめいライオンを一頭クマを一匹オオカミを一匹キツネを一匹それからウサギを一羽とこれだけを自分のものにして別れの言葉を交わし 二人は死ぬまで兄弟として仲良くしようと約束して、お父さんからお選別にいただいた担当を木の幹へ突き刺しました。そしてすぐ一人は東へ、一人は西へと別れ別れに出かけました。弟の方は自分が家来にした動物たちを引き連れて、どこやらの都へやってきましたが、そこは一面に、 黒い車の切れが張り巡らせてありました。弟はとある旗小屋に入って、自分の連れている動物を止めてもらえまいかと亭主に聞いてみました。亭主は動物に家畜小屋を貸してくれました。小屋の壁には穴が一つあったので、うさぎは外へ這い出してキャベツを一つ取ってきました。狐は面取りを一羽取ってきました。 そしてそれを食べてしまうともう一つおまけにおんどりまでペロリとしてやったものですけれどもオオカミとクマとそれからライオンは体が大きすぎて外へ出られませんそれでも宿屋の亭主がちょうどうまい具合にメウシが一頭を芝生に座っているところへ連れていってくれたのでみんなおなかいっぱい食べました狩人は、 家来の動物たちの世話をしてしまってから初めてどういうわけでこの都には喪中の茶の切れが張り渡してあるのかと亭主に聞いてみました明日は私どもの王様のたったお一人のお姫様がお隠れになるのですからと亭主が言いました狩人はお姫様はとても助からないご病気なのですかねと聞いてみましたいいえ と亭主が返事をしましまた「お姫様はお元気でお健やかでいらっしゃいますけれどもどうしてもお隠れにならなければならないのでございます。それはまたどうしてですか?と」と狩人が尋ねました。「都の外に高い山がございましてその山の上にオロチが住んでおります。オロチは毎年清い娘を一人ずつ所望いたします。 その通りにいたしませんとオロチは国中をめちゃめちゃに荒らすのでございます。それでただいまでは国中の生娘という生娘はみんな取られてしまいまして王様のお姫様のほかにはもう一人も残っておらないのですがそれでも何のご容赦もなくお姫様はオロチに渡してやらなければなりません。しかもそれが明日ということになっておりますので。 どうしてそのおろちが殺せないのですか?」と狩人が言いました。「それはもうあなた」と亭主が返事をしました。これまでにお侍方でやってごらんになった方もたくさんおありでしたが皆様命を捨てておしまいになりましたわい。王様はおろちを退治した者にはお姫様をご家内にやるとお約束になっておりますしまた王様お隠れの後は そのの方ががおお国を継ぐことにもなな。っておりますのですで狩人はそのことについてはそれぎり何にも返事をしませんでしたが明くる朝になると家来の動物たちを連れておろち山へ登りました山の上には小さな教会堂がありましたそれから祭壇の上に並々と継いだ杯が3つ置いてあってそのそばに これらの酒漬を飲み干す者は地上第一の力強き人となりて、入り口の敷居の前に埋蔵せられある剣を用いるをうべし、という書きつけがありました。狩人はそれをすぐ飲むことなく、まず外に出て地の中にある剣を探り出しました。けれどもそれをその場所から動かすことはできませんでした。そこで祭壇へ行って、 三つの盃を飲み干してみると今度は力が強くなってその剣を持ち上げることができるどころか自分の手でそれを軽々と訳もなく使えるようになりましたいよいよお姫様がおろちの瞳悟空になる時刻が来ると王様と侍従長とそれから御殿に仕えている役人たちがお姫様について外へ出ました。お姫様は、 狩人がおろち山の上にいるのを遠方から見ておろちが立ち上がって自分を待ち構えているのではないかと思って山へ登るのを嫌がりました。と言ってそうしなければ都中がめちゃめちゃになるのですからとどのつまり嫌おうなしに重い足を運ぶのでした王様とご家来たちは死をしようとして御殿へ帰りましたが王様の侍従長は立ち止まって 遠くの方からその場のありさまを残らず見届けるようにと言いつかりましたお姫さまが山のてっぺんへ登ってみるとそこに立っているのはオロチではなく年の若い狩人でその人はお姫さまを慰めた上「あなたの命を救ってあげます」と言ってお姫さまを教会堂へ連れ込んで閉じ込めてしまいましたすると間もなく ゴーゴーという恐ろしい音を立てて頭の7つあるオロチがやってきましたオロチは狩人を見ると不思議に思って「お前この山の上で何をしようってのだ」と口を聞きました狩人は「貴様と勝負をするのだ」と返答しましたするとオロチは「ここで命を捨てた侍はいくたりもいるぞ」 貴様も片付けてくれるわ。」と言いながら、七つの口から火の息を吐きました。本当なら、火は乾いた草に燃え移って、狩人はたけり狂う火と煙に包まれて、息が詰まって死ぬところなのですが、お供の動物たちが駆けつけてきて、火を踏み消してしまいました。これを見て、オロチは狩人に飛びかかりましたが、狩人は、 例の剣を空中にぶんぶん振り回して、オロチの頭を三つ打ち落としました。そうするとオロチは今度こそ本当に鬼怪のように暴れだして身を宙ににょっきり折ったてたかと思うと、カリウドの頭の上から火炎を吐きかけ吐きかけ、カリウドをめがけて嵐のように襲いかかろうとしました。ところがカリウドはまたもや剣を抜く手も見せず。 オロチの頭をまた三つちょんぎったものです。怪物は弱ってぐったり倒れながらも、それでもまだカリウドめがけて飛びかかろうとするのを、こちらもそれこそ死に物狂いでオロチの尻尾を叩き切りました。これでカリウドはもう戦う力もなくなったものですから、けらいの動物たちを呼び寄せて、この連中がオロチをズタズタに裂いてしまいました。 戦いがおしまいになるのを待って、教会堂を開けてみると、お姫様は床に倒れていました。心配と恐ろしさのあまり、こちらが戦っている間に、気が遠くなってしまったのです。狩人はお姫様を外へ運び出しました。それからお姫様が正気になって目をぱっちり開けると、ぬたづたになったオロチを指さして、 もうこれでお姫様はすいいされたのですと言いました。のでとましお姫様は喜んで「ではいよいよあなたが私のお殿様におなりでございます。父はおろちを退治するお方に私を差し上げるとお約束したしてあるのですから」と言いました。それからすぐお姫様は自分のサンゴの首飾りを外してそれを動物たちに分けてやりました。 お礼の印です。ライオンだけは首飾りについている金の留め金をもらいましたまた自分の名前の印である手拭きのきれは狩人に送りました狩人はオロチのところへ行って7つの頭から舌を切り取るとその7枚の舌をもらった手拭きへぐるぐる巻きに包んで大切にしまい込みましたこれが済むとカリウドは 火と戦いとでヘトヘトに疲れていたので「私たちは二人とも綿のように疲れきっております少し休むことにいたしましょう」とお姫様に言いましたお姫様も「それがよろしゅうございましょう」と言いました二人は地べたへ横になりましたが狩人はライオンに「誰か私たちの寝込みを襲うといけないからお前は見張り番をしているんだぞ」と言いつけて 2人ともぐうぐう寝てしまいました。ライオンは2人と並んで寝転んで番をしていましたが、これもさっきの戦いでくたびれていたものですから。熊を呼んで。俺と並んで寝転んでくれ、俺はちっとばかり寝なきゃならん。何か来たらな俺を起こしてくれと言いつけました。熊はライオンと並んで寝転びましたが、くまもやっぱりくたびれていたので。 オオカミをよんで「おれとならんでねころんでくれ。俺はちっとばかりねなきゃならん。なにかきたらな、おれをおこしてくれ」といいつけましたそれでオオカミはクマとならんでねころびましたがオオカミもやっぱりつかれていたのできつねをよんで「おれとならんでねころんでくれ。俺はちっとばかりねなきゃならん。なにかきたらな、おれをおこしてくれ。 言いつけました。それで、狐は狼と並んで寝転びましたがキツネもやっぱり疲れていたのでウサギを呼んで「俺と並んで寝転んでくれ俺はちょっとばかり寝なきゃならん何か来たらな俺を起こしてくれ」と言いつけましたそれでウサギは狐と並んでちょこなんと座りました。かわいそうに、 ウサギもやっぱりヘトヘトになっていたのですがウサギは呼び寄せて見張り番を頼む者が誰もなかったものですからそのままグーグー寝てしまいました。これで王様のお姫様と狩人とライオンとクマとオオカミとキツネとそれからウサギとが寝たわけでそれもみんな正体なくグーグー寝込んでしまったのです。 ところで侍従長は遠くの方から見物する役目を仰せつかったのでしたがおろちがお姫様をさらって飛び去った様子も見えず山の上がひっそりと静まり返ったので勇気をふるい起こして山へ登りましたすると山の上にはおろちがズタズタに引き裂かれて地べたに転がっていますしそこから遠くないところには王様のお姫様とそれから いろいろな動物をおともに連れたどこやらのカリウドがゴロゴロ寝転んで、それがみんな死んだように眠っているのです。これを見ると、何しろこの自重帳というのは神様をどこかに置き忘れているとんでもない悪者なのですから、剣を抜いてそのカリウドの首をちょん切った上、お姫様を大抵山の下へ連れて行きました。 山を下りてからお姫様は目を覚まして肝を潰しましたが侍従長は「ジタバタしてもどうもなりはせん。お前オロチを殺したのはこのわしだと申し立てるのだぞ」というのでした「そんなこと言えやしないわ」とお姫様が返事をしました。だっていろいろな動物をお供に連れてるどこかの狩人殿がやったことですもの。 これを聞くと侍従長は剣を抜いて「自分の言うことを聞かなければ殺してしまうぞ」と脅しつけて無理やりに約束させてしまいましたそれからすぐお姫様を王様の御前に連れて出ると怪物に引き裂かれてしまったものとばかり思い込んでいたマナ娘の生きている姿がもう一度見られたので王様は嬉しくて嬉しくて 手の舞い足の踏むところを知らないありさまでした侍従長は王様に向かって「私はおろちを退治いたしてお姫様とお国全体との難儀を取り除きました」でありますからかねてのお約束通りにお姫様を私の連れ合いに所望いたしますと言いました王様は「侍従長の申すことは本当かの?」 お姫様に尋ねました「それはあのもう本当に違いないと存じますけれどもご婚礼は丸一年きっちり経ってからのことにいたすように決めたいと存じます」とお姫様が返事をしましたそのわけはそれだけ経つうちには懐かしい狩人のことが何か耳に入るだろうと考えたからですお話変わって オロチ山の上には例の動物たちが死んだ主人の脇にゴロゴロ寝転んでまだぐーぐー寝ていましたそこへ大きな山マバチが一匹やってきてウサギの花面へとまりましたウサギはそれを前足ではらいのけてそのまま寝てしまいま,寝ていました山マバチはまたやってきましたウサギはまたそれをはらいのけてやっぱりぐーぐー寝ていました すると山蜂はまた三度目にやってきて今度はウサギの鼻の穴をチクリとさしたのでウサギは目が覚めましたウサギは目を覚ますが早いかキツネを起こしましたそれからキツネがオオカミをそれからオオカミがクマをそれからクマが,がライオンを起こしましたライオンが目を覚ましてお姫さまは影も形もなく 自分の主人は死んでいるというその場のありさまが目に入るとこれはまた身の毛のよだつようにほえだして「どこの野郎がこんなことをしでかしたんだ」熊「クマ貴様どうして俺を起こさなかった」と怒鳴りましたクマはオオカミに「貴様どうして俺を起こさなかった」と聞きましたするとオオカミはキツネに「貴様 どうしして俺を起こさなかった、た。と聞きまするとキツネはウサギに「貴様どうして俺を起こさなかった」と聞きましたけれどもウサギはかわいそうになんと返事をしていいかわからず罪を一人で証おうことになりましたで動物たちがウサギへ飛びかかろうとするとウサギはいのちごいをして「命ばかりは取らないでください」 ご主人を生き返らせてお目にかけますからね。私はあるところの山を知っています。その山にある草の根があります。その根を口に入れると、どんな病気でも、どんな怪我でも治ります。けれどもその山は、ここから200時間かかるところにあるのです。と言いました。ライオンは、生き返り24時間でその根を持ってこい。と言いました。すると、 ウサギはすぐ飛び出してきっちり24時間でその草の根を持って帰ってきました。ライオンがカリウドの胴の胴中へ頭をくっつけてそれからウサギがその根をカリウドの口へ押し込んでやるとみるみる体の働きが整って心臓がときんときん打ち始め命が戻ってきました。カリウドは目が覚めると、 いつの間にかお姫様がいなくなっているので肝を潰しましたそして自分が寝ていた間に自分を捨てて逃げてしまったのだろうと考えましたライオンは大急ぎで仕事をしたものですから主人の頭を後ろ向きにくっつけてしまったのですが狩人もお姫様のことを思って悲しみに暮れていたのでそれを気づかずにいましたお昼になって 物を食べようとした時に初めて自分の頭が後ろ向きになっていることが分かりはしたもののどうしたのだかわけが分からず寝ているうちにどうかされたのかと動物たちに聞いてみましたそこでライオンが自分たちもくたびれていたのでみんな寝込んでしまって目が覚めてみると狩人は首をちょん切られて死んでいたそれから ウサギが命の草の根を取ってきたのはいいが自分があんまり急いだので頭をあべこべにくっつけてしまったしかしもういっぺんやり直しますと訳をすっかり話しましたそれからライオンは狩人の首をもう一度モリモリっともぎ取ってぐるりと向け直しウサギが命の草の根で丈夫になおしてしまいましたそれでも狩人はしおしおとして そこいら中を所定めず歩き回っては、お友の動物たちを人の前で踊らせていました。ところが縁は不思議なもので、ちょうど丸一年経ってから、お姫様をおろちから救い出してあげた宮古へまたもややってくることになりましたが、今度は宮古中上条比の幕が張り渡してありました。これを見てカリウドが宿屋の店主に。 これはどうしたってんです。ちょうど1年前にはこの都は真っ黒な車の切れで張り詰めてあったのですが今日はまたこの真っ赤な幕というのは何事ですかね?」と聞いてみると亭主が答えて言うにはちょうど1年前には私どもの王様のお姫様がおろちの手に渡されること,ところだったのでございますところが自重長の方がそのおろちと戦って オロチを殺してしまいました。それで明日はお姫様と侍従長とのご婚礼のお祝いがあることになっております。そんなわけであの時は物印に都中に黒い車を張り渡しましたのですが今日はお喜びのしるしに真っ赤な幕が張り詰めてあるのでございます。ということでした。御婚礼がああるるとと、いうそのあくる日のく日こと狩人は、 お昼ごはんの刻限に宿の亭主に向かって「ご亭主私はね今日王様のお全部のパンをこのお前さんのとこで食べるつもりなのだがお前さん本当にするかね?」と言いました「なるほどね」と亭主が言いました「でも私はやっぱり本当でない方に金貨を100枚かけることにしましょうや」狩人はその賭けを承知して 自分もそれと、きっちり同じ数の金貨の入っている財布を出しました。それからうさぎを呼んで。なあ羽、羽根子お前いい子だ。一橋り行って、王様の召し上がるパンをわしのとこへ持ってきてくれと言いました。なにしろうさぎは一番身分の低いもので、この役目を誰も他の他に頼むものがありませんから、否応なしに自分で出かけました。 弱ったなあとウサギは考えました「おいらがこうやってとりぼっちで往来中を跳ねていったらウサギ殺しを商売にしている犬めらが後をつけるに決まってら」ところがこう考えたときにはもうそのとおりになっていました犬どもはウサギの後をつけてきてウサギの上等な毛皮を引き裂こうとしたものです「ウサギはいやもう跳ねたのなんの?」 兵隊さんの目をかすめて万兵小屋の中に逃げ込みました。そこへ犬どもがやってきてウサギを引っ張り出そうとしましたが、兵隊さんはもとより融通がきかず、鉄砲の大尻でぶん殴ったので、犬はわんわんおうおう吠えながら逃げていってしまいました。ウサギは天下が大変になったのを見すましてお城の中へ飛び込むと、まっすぐにお姫様のところへ駆けつけにな、 駆けつけるなり、椅子の下へ座ってお姫様の足首をちょいちょいと描きました。するとお姫様は飼い犬だろうと思って、これあっちへ行かないかと言いました。うさぎはもういっぺんお姫様の足首をちょいちょいと描きました。お姫様は飼い犬だろうと思って、これあっちへ行かないかと言いました。 けれどもウサギは落ち着き払ってまたもやちょいちょいと書いたので下をのぞいてみるといつかのウサギだということが首飾りでわかりましたそこでお姫様はウサギを膝へ抱き上げるとご自分の居間へ連れ込んで「うーちゃん何しに来たの?」と言いましたウサギの返事は「おろち退治をいたしました私の主人がこちらにおります」主人は「 王様の召し上がるパンをいただいてまえるようにと申しつけて、私を使いに出しましてございます、というのでした。これを聞くと、お姫様は大喜びで、パンを焼く係の者を呼び出して、王様の召し上がったパンを持ってくるように言いつけました。するとウサギが、これで結構なのですけれど、お係の方にお家までお届け願いたいですね。 ウサギ殺しを商売にしている犬どもにどうかされると困りますから」と言い出したのでパンを焼く係の人が宿屋の戸口までパンを持って行ってやりましたそれから先はウサギが後足で立ってすぐさま前足の間へパンを挟んで主人のところへ持って行きましたこれを見て狩人が言いました「どうだいご亭主この金貨百はわしのものですぜ」 亭主は驚きましたがそれには構わず狩人は言葉を続けました「閉めたぞなあご亭主これで望んだパンは手に入ったわけだがこうなると王様の焼き肉も食べたいなあ」亭主は「お手並み拝見いたしましょう」と言いましたがもう賭けをしようとはお首にも出しません狩人は狐を呼んで言いました狐や いい子だからお前王様の召し上がる焼肉を取りに行ってくれよ。狐はうさぎよりも抜け道をよく知っています。ですから角をあちこち曲がったり隅っこを通り抜けたりして犬にも見つからずお姫様の椅子の下へ座り込んでお姫様の足首をちょいちょいと描きました。お姫様は下を見ると例の首飾りでおなじみの狐だと分かったので。 お連れ込んで「お狐さん何御用?」と言いました。狐の返事は「おろち退治をいたしました私の主人がこちらにおります」。主人は王様の召し上がる焼肉を頂い,いてまえるように申しつけて私めを使いに出しましたものにございます。というのでした。これを聞くとお姫様はお料理番を呼び出しました。お料理盤は、 王様の召し上がったのとおんなじ焼き肉をこしらえていやおうなしに狐について宿屋の戸口まで運んでやることになりましたそれから狐はお料理番からお皿を受け取るとまずたかっていたハエを尻尾で払いのけてから焼き肉を主人のところへ持っていきました「どうだいご亭主」と狩人が言いました「パンと肉は来たと」と今度は 王様の召し上がる添え物の野菜も食べたくなった狩人はオオカミを呼んで言いました「なあオオカミやいい子だからひとっぱしり行って王様の召し上がる添え物の野菜を持ってきておくれ」「オオカミは怖いものなしですからまっすぐにお城へ行きました」そしてお姫様のお部屋へ入るとお姫様の着物の後ろをぐいぐいと引っ張ったので お姫様は辺りを見回,すじ見回さずにはいられませんでした。見ると例の首飾りでそれと分かったのでオオカミを自分の居間へ連れ込んで「オオカミさん何御用?」と言いました。オオカミの返事は「おろちの野郎をやっつけたわっちの主人がここにいるでがす」「主人は王様のくわっしゃる添え物の野菜をおもらい申してこい」って。 わっちにそう言いつけたでガスというのでしたそれを聞くとお姫様はお料理盤を呼び出しましたお料理盤はお姫様の言いつけで王様の召し上がった添え物の野菜をお料理するとそれを持って宿屋の入り口まで狼について行きましたそれから狼はその皿を受け取って自分の主人のところへ持って行きました同代御邸主 とカリウドが言いましたこれでパンと肉と野菜がそろったのだがついでに王様の召し上がるお菓子も食べたいもんだなカリウドはクマを呼んで言いましたなあクマ子お前は甘いものをなめるのが好きだなお前ひとっしり言ってな王様の召し上がるお菓子を持ってきてくれやクマはとっ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 と お城の方へかけていきました。往来の人はみんな道を避けましたが、番兵のいるところへ来ると、兵隊は鉄砲を構えて熊を王様のお城の中に入れまいとしました。すると熊はにょっきり立ち上がるや。前足で左に右に兵隊たちの横ずっぽをぽかりぽかり殴りつけたので、番兵は1人残らずぶっ倒れました。 その暇に熊は一目散にお姫様のところへ行くとお姫様の後ろに立って「うう,ううう」と少しばかりうなりましたお姫様が振り返ってみるとおなじみの熊だったので自分の居間へついてこさせて「熊ちゃん何ご用?」と言いました熊の返事は「おろちを倒しました手前の主人がこちらに参っておりまして」 王様の召し上がるお菓子を頂い,いてまえるように手前申しつけられました」というのでしたこれを聞くとお姫様はお菓子を焼く係のものを呼び出しましたお係は王様の召し上がったのと同じの甘いお菓子を焼いていやおうなく熊の代わりに戸口まで持っていってやることになりました熊はまず転がり落ちていた甘納豆をベロリベロリ 舌で口へさらい込んでからにょっきり棒立ちになってお皿を受け取りそれを主人のところへ持って行きました。「どうだいご亭主」と狩人が言いました。「これでパンと肉と付け合わせの野菜と菓子がそろった。だが王様の召し上がるお酒も飲んでみたいもんだ」。狩人は家来のライオンを呼び寄せて言いました。なあライオンや、 お前は一杯引っうさまのめしあがるおさけをとりにいってくれよ。ライオンは大通りをのそりのそり歩いていきました。往来の人たちはライオンを見てにげてしまいました。ばんぺいのたっているところへくると兵隊たちはとうせんぼをしようとしましたがこれもライオンがたったひとこえワとほえただけで。 みんんなどこかへ消し飛んでししでままいました。それからいよいよ御殿のお部屋の前に行きついてライオンは入り口の戸をゴンゴーンと尻尾でたたきましたするとお姫様が出ていらしてライオンを見て危なく腰を抜かすところでしたが首飾りについていた金の留め金の目印でおなじみのライオンだということが分かったのでライオンを今へお通しして ライオンさん、何御用と言いました。ライオンの返事は「おろちを退治いたしましたる拙者主人ことご当地にまかりあり拙者儀国王陛下御領の御朱を頂戴いたしてまいれと申しつかってござる」というのでした。これを聞くとお姫様は王様の御朱のお酌をする役目の侍従を呼び出して。 ライオンに王様の召し上がる御仕をやるように言いつけました。ライオンは、拙者が連れ立って参って本物をよこすかどうか見聞いたす、と言って、自重と一緒に地下室へ降りて行きました。地下の酒蔵へ入ると、自重は王様のご家来の飲む波のお酒を都合としました。するとライオンは、待て、拙者がまず毒味を致す、と言いながら、 マスに半分ばかりついで一息にぐーっと飲み干しました。いかんとライオンが言いました。これは本物でないぞ。ジューはライオンを横目で睨みましたが、そのまま向こうへ行って別の樽のをやろうとしました。それは王様のジュー帳のの飲み量でした。するとライオンは待て、拙者がまず毒味を致すぞと言って。 マスに半分ばかり注いで飲み干した。「これは禅のよりは上等だだがまだまだ本物ではないぞ」そう言われるとお酌係の侍従は腹を立てて「てめえみたいなトンチキなものに酒の味が分かってたまるものか」と言いましたするとライオンが侍従の横ずっぽへ一つぽかりと食らわせたので侍従はギャッと言ってぶったおれました。 ジェジュはやっと起き上がるとダンマリ棒で小さな特別の酒蔵へライオンを連れ込みました。ここには王様の召し上がるお酒がしまってあって、これは王様のほかは誰も飲めないことになっているのです。ライオンはまずますに半分ばかり注いでそのお酒のおどくみをしました。それからこいつは本物だろうてと言ってジェジュに言いつけて。 それをとっくりに六本詰めさせました。用が済んだので上へ上がってきましたが、ライオンは地下室から外へ出ると、あっちへふらふら、こっちへふらふら、よろけています。ちっとばかり酔っ払ったのです。それで、自重はライオンのお供をして、宿屋の入り口の戸の外までお酒を持って行ってやらなければなりませんでした。 「そこからはライオンが自分の手のついたかごを口にくわえてお酒を主人のところへ持っていきました」。狩人は「どうだいご亭主これでパンと肉と付け合わせの野菜とお菓子とお酒とすっかりそろったぞみんな王様のものばかりだ。さて動物たちをお相手にごちそうを始めようや」と言ってお膳について もとよりウサギにもキツネにもオオカミにも,にもクマにもライオンにもみんなに食べさせたり飲ませたりしてすっかり上機嫌になりましたがそれというのもお姫様がいまだに自分を愛しく思っていることが分かったからです。ごちそうがすむと狩人ドが「ご亭主これで王様が飲み食いなさるとおりにわしも飲み食いしましたよ。 「今度はね王様の御殿へ出かけてってお姫様をお嫁さんにいただきますぜ」と言い出しました亭主が「お姫様にはちゃんとお婿様がござってしかも今日ご婚礼があるというのにどうしてそう参りますかな?」と尋ねると狩人は手拭きを取り出しましたそれはお姫様がおろち山の上で狩人にやったもので 例の怪物の舌が7枚包んであったのですがそれを出して「いまだにこの手に持っているものがわしに加勢してくれるのさ」と言いました。亭主はそのキレを眺めましたが「他のことは何でも本当にするとしてもこればかりは本当にできませんや家屋敷をかけますわい」と言いました。そうすると狩人は 金貨の1000枚入っている財布を出してそれを机の上に置くと「ではわしはこれをかけると言いました」お話変わって王様はお食事の時お姫様に話しかけました「さっきからいろいろのけだものがお前のところへやってきてわしの城を出たり入ったりしていたがあの者どもはどんな用向きがあったの?」するとお姫様は「 わしからは申し上げるわけには参りません使いをお使わし遊ばしてあの動物どもの主人をお召し頂きましたならばありがたいことと存じ上げます」とお答えしました王様はご家来を一人宿屋へ使いにやってその見知りのない男を招きましたご家来がやってきたのはちょうど狩人殿が亭主と賭けをしたばかりのところでした ご亭主王様がご家来をよこしてわし,にわしを客に呼んでくださる。だがねこんなことではまだ出かけない」と狩人殿が言いましたそしてご家来に向かって「王様にお願い申すのですがわしに王様のお召し物をよこしていただきたい」それから六頭立ちの馬車とわしに貸し付いてくれるご家来衆もな」と言ったものです。 王様はこの返事を聞くとお姫さまにどういたしたものかなと言いました。お姫さまはそのものの申とおりにいたしてお迎えいただきましたならばありがたいことと存じ上げますと言いました。そこで王様は王様の召し物と六頭立ちの馬車と身の回りの世話をする役目の御家来とを使わしました。 そういったお迎えの来たのを見て狩人は「どうだいご亭主今度はわしが望んだとおりにして連れていかれるのだぜ」と言いながら王様の召し物を身につけおろちの下の包んである手拭きを持って王様のところへ馬車を走らせました王様は狩人がやってきたのを見て「どういうふうにあの者を迎えたらよいのか とお姫様のご返事は「ご自身でお出迎えいただけますればありがたいことと存じ上げます」というのでしたそれで王様は自身狩人を出迎えて奥へ案内しました家来の動物たちは後からぞろぞろついていきました王様は狩人をご自分とお姫様との脇へ座らせました 寺中長はお婿様の格式で向こう側の席にいましたが、今ではもうカ流堂を見ても誰だかわかりませんでした。この時ちょうどおろちの七つの頭がずらりと飾り立てられて、王様がこの七つの頭は寺中長がおろちから跳ねたものじゃ。それだによってわしは今日わしの娘を 妻として自重町に使わすのじゃ、と言いました。すると狩人がすくっと立ち上がるや、七つの口を押し開けて、オロチの七枚の下はどこにございますか、と言いました。自重町はぎょっとしました。真っ青になりました。そしてなんと返事していいかわかりませんでしたが、やっとのことでおどおどしながら、 おろちには舌などはござらん、と言いました。嘘つきには舌のないのが当たり前だが、おろちの舌は勝ったものの何よりの証拠でござるわ。狩人はこう言って、例の手拭きの包みをぐるぐるとほどきました。中には舌が七枚ちゃんと入っています。その下を一枚ずつそれぞれ元の口へはめると、みんなぴったり合いました。 その次に狩人はお姫様の名前を縫い取りしてある手拭きを手に取ってそれをお姫様に見せて「このお手拭きは誰にお使わしになりましたか?」と尋ねるとお姫様は「おろち退治をした方に」と答えましたそれから動物たちを呼んで命名から首飾りの鎖をライオンからは金の留め金を取り外してそれをお姫様に見せて これはどなたたのですか、と尋ねました「その首飾りと金の留め金は私の持っておりましたもの私はそれをオロチ退治のお手伝いをいたしたこの動物たちに分けて使わしましたお姫様の返事を聞いてから狩人殿が言いました私がオロチとの戦いに疲れて一休みいたし眠っておりました間にこの侍従長が参って 私の首をはねました。それから侍従長は姫君をさらって「おろち退治をいたしたのは自分だなぞ」と偽りを申しておりました。侍従長が嘘をついておりましたことはこの舌と手拭きと首飾りの鎖とを証拠に私が明らかにいたします。続いて狩人は家来の動物たちが不思議な草の根で自分の体を治してくれたこと。 それから丸一年動物たちを連れて底いらじゅう歩き回った挙げ句とうとうまたここへやってきたところが宿屋の亭主の話で侍従長が人をだましているのを知ったことを話しましたそれを聞いて王様はお姫様に「この者がオロチを殺したというのはそりゃ本当かの」と尋ねましたするとお姫様が答えるには「 本当でございますとも、侍従長は私に何もかも黙っているという誓いを無理やりに致させたのでございますが私がどうも致さなくてももうこのことが明らかになったのでございますからただいま私が自重長の悪事を暴いても構いませんご婚礼は丸一年たってからでなければいやと強情を張りましたのも全くこのためでございましたということなので 王様は十二人のの相談役をを召し出し出て、自重庁の裁判を言いつけました。そしてその裁きは侍従長をお牛4頭に引き裂かせるべきものとあってその通りのお仕置きが行われましたがそれはそうとして王様はお姫様を狩人のお嫁さんにやった上狩人に王様のご名代を仰せつけて 奥にを納めさせることししました。ご婚礼はめでためでたのうちに住み若い王様は本当のお父さんと養い親のお父さんとを呼び寄せてお宝物を山のようにあげました若い王様は宿屋の亭主のことも忘れません王様は亭主を呼び出して「どうだいご亭主王様のお姫様をわしはお嫁さんに頂い,いたぜ」。 だからご亭主の家屋敷はわしのものだね」と言いました。亭主はいかにも理屈から申してそれが正しいことと存じます。と言いました。すると若い王様が「理屈は理屈としてことは恵みをもとにするがよい。家屋敷はご亭主のものにしておきなさい。それから千枚の金貨も家屋敷に添えてご亭主にあげます。 と言いました。これでいよいよ若い王様と若いお妃はまことに機嫌よく何不足なく楽しく暮らすことになりました若い王様は狩りが何よりの楽しみなのでよく寮に出かけました忠義な動物たちはもとよりお供をすることに決まっていますそれはそうと都の近くに森があってそこは 中に化け物がいる。一度踏み込んだが最後二度と再び外へ出るのはたやすいことではないという評判が立っていましたところが若い王様はこの森で狩りをしたみたくってたまらずしきりにお年寄りの王様にうるさくせっついてやっとお許しを得ましたそこでお供をたくさん連れて馬で出かけましたで目指す森まで来ると 雪のように白いメジカが一頭森の中に見えました若い王様はご家来たちに「わしが戻ってくるまでここにいてくれあの見事な鹿を仕留めてやる」と言い残して鹿を追いかけて森へ馬を乗り入れました後からついてきたのはおなじみの動物たちだけですお供の人たちはその場を去らず晩まで待っていましたが 王様はそれぎり戻っておいでにならないので、お城へ帰って若いお妃に、お若様は魔法の森で白い目近を追いかけていらっしゃいましたぎり、お戻りになりません、とお話ししました。これを聞いて、お妃は王様のお身の上を大変ご心配になりました。ところで、若い王様の方は、 その美しい鹿をいつまでも追いかけていきましたが、どうしても追いつけません。打つのにちょうどいいへだたりになったかと思うと、すぐまた遠くへ飛んでいくといった具合で、そのうちにとうとう影も形もなくなってしまいました。この時初めて森へ深入りしすぎたことに気がついて、角笛を取って吹き立てたのですが、何の返答もありません。 ご家来たちにはその音がまるで聞こえなかったのですそれにその時はもう夜にもなったのでこの日はどうせ御殿へは帰れないと知って馬から降りると木のそばで焚き火をしてそこで夜を明かすことにしました王様が火のそばに腰を下ろしお供の動物たちも王様の脇へ寝転んでしまってからのこと。 ななんだか人間の声がが聞こえるような気がしました「あたりを見回しましたが目に留まるものは何にもありません。とまもなくまたあえぐ声が上の方からするらしく聞こえたのであおのいてみるとばあさんが一人木の上に腰をかけているのが見えてそのばあさんがのべつまくなしに「うううう,うなんて寒いんだろう」。 「寒けりゃ降りてきてあったまれ」と王様が言うと「嫌だよお前の連れてる獣だものがおいらに噛みつくもの」というのがばあさんの言い草です「どうもしやしないおばあさんかまわず降りておいでよ」と王様がお返事をしたものですがこのおばあさんというのは実は魔女で「おいらがね この木の枝を一本お前のとこへ落とすよ。お前がこれで毛ものたちの背中をたたけば、そいつらだっておいらにどうもしやしないのさ。と言って小枝を一本王様のところへ投げ落としました。で、王様がその枝で動物たちをたたきましたら、みんなそのままグーとも言わず、石に変わってしまいました。そして、 動物たちにどうもされないことがわかると今度は魔女が飛び降りてきて小枝を王様の体に触れて若い王様を石にしてしまいましたそれから魔女はカラカラと笑いながら若い王様とお供の動物たちを空堀の中へ引きずり込みましたその中にはもう今までにこんな石がたくさん入っているのです 御殿の方ではお若い王様がいつまでたってもお帰りにならないのでお妃のご心配はだんだん大きくなるばかりでしたところがちょうどこの時千に分かれて東の方へ行ったもう一人の兄弟がこの国へやってきました何か勤め口を探していたのですが何もなかったので方々を歩き回って 自分の連れている動物たちを踊らせていたのですがそのうちにきょうだい別れ別れになる時に木の幹へ突き刺しておいた担当を見て弟の安否を知ろうと思い立ちましたそれでその場へ行ってみると弟の方の片側が半分はさび半分はまだピカピカしていました兄さんはびっくりして 弟はとんでもない目にあったに違いないいい。目ににっただが担当がまだ半分は光っているからことによると命だけは助かる見込みがあるかもしれないぞと考えました兄さんはお供の動物を連れて西へ行きましたそして都の門を入りましたら万平が出迎えて「お妃様に申し上げましょうか若おき様はここ一九日か」。 「お,がお戻りになりませんのでそれはそれはきついご心配もしやおみが魔法の森でお隠れになったのではなかろうかとお案じでいらっしゃいますが」と尋ねました。というのは兄さんは「うり二つ」とでも言いたいくらい弟によく似ている上毛ものまでぞろぞろお供をしていたものですから万平たちはこれがてっきりお若い王様に違いないとばかり思い込んだのです。 兄さんの方でもこれは弟のことを言っているのだなと気がついたのですがこいつはわしが弟の身代わりになっておくのが一番いいその方が弟を救い出すのに都合がよかろうと考えましたそこで兄さんは万平のお供でお城へ乗り込んで大喜びで迎えられたものです。若いお妃は、 これがご自分の殿様だとばかり、思い込んで、どうしてこんなに長くお留守に遊ばしましたか？とお尋ねしました。殿様は。なにしろ森の中で道に迷って今までどうしても外に出られなかったのですとお答えでした。夜になって殿様は王様のご心情へ連れて行かれました。けれども殿様はご自分とお妃との間に。 両刃の剣を置きました。お妃はどういうわけだか分かりませんでしたが尋ねる勇気もありませんでした。兄さんは御殿に四五日足を止めている間に魔法の森の様子をすっかり調べ上げて「もうこれでいい」となった時に「わしはもう一遍あそこで狩りをしなくてはならん」と言い出しました。王様様と若お妃様は、 口をすっぱくして止めようとしたのですが「ぜが火でも行く」と言ってお供を大勢連れて出かけました森の中へ入ると兄さんは弟とおんなじような目に遭いました兄さんは白いメジカを一頭見つけて「お前方はここにいてわしが戻ってくるまで待っていてくれあのきれいな鹿をしとめてやる」とご家来たちに言い捨てるや馬をま 森へのり入れお供の動物だけがその後に続いたのですけれども兄さんはそのシカに追いつくことができず森の奥へ深入りしてしまってそこでいやおうなくよわかしすることになりましたそれから焚き火を始めると頭の上のううで「ううう,う,う,うなんて寒いんだろう」とうめく声が聞こえました青のいてみると 木の枝の中に千と同じの魔女が座っていました。さむけりゃ降りてきて火にあたんなよばあさんと兄さんが言いました。いやだよお前の連れている獣がおいらにくらいつくとばあさんが答えました。どうもしやしないよと兄さんが言いました。するとばあさんが。